君たちはトンネルにたどり着きました。では、視覚、あるいは観察眼で判定してください。ちなみに観察眼だと、ボーナスダイスを1個つけていいっていうことらしいですが。観察眼はないですね。それっぽい、見れる系であればいいですが。鑑定でもいいかな？ちょっとこじつけだけど。じゃあ、僕は近くで。絶対成功しないけど。鑑定。なつきちゃん、強ない。強いねー。では、阿佐ヶ谷はですね、トンネルの名前。トンネルの上にあるこの看板ですね。そこの名前が、かすれてて読めないことに気づきます。なるほど。これ、写真撮ってインスタに上げて、ここどこだかわかる？みたいな感じで、聞いてもいいですか？いいですよ。ただ、この場合もネット実況判定になるので、何かしらの技能で振ってあげてください。じゃあ、いろんな人が見ているので頭上通で。では、君がこの写真をインスタにアップすると、もうすごい騒がれてきます。ネットの反応は嘘のように大きくなってくる。人々があなたの実況をもとに勝手に考察をし始め、様々な意見やアドバイスをしてくる。古き都市伝説の新たな展開に、新情報、新展開を求める群衆の欲望が流れ込んでくる。共鳴判定です。強度は7、上昇は1、共鳴感情は自己顕示の欲望。そして阿佐ヶ谷は欲望をルーツに持ってるので、判定2プラス1です。わはは、いいですね。ちなみにこれ西荻窪も同様です。君のさっきのリツイートも1000くらいいってるよ。うお、すごい。では1ずつ上昇させてください。はい。はい。君たちは背筋が凍るような予感を覚える。今、自分自身がいるこの空間が、正気とも形容するべき意味不明な正体不明な気持ち悪いオーラに満ちていくのを肌で感じる。それとともに、もうすごい注目されている、っていう喜びを得ます。なるほど。マジでここ、本当にヤバい場所かもしんないけど、うちらめっちゃ有名人になっちゃってんじゃん。これ。これはもう、時代の転換期にいる可能性が。ビレゾン。わら。わら。今何言ってるか、一瞬わかんなかった。ビレゾンは、いつの言葉だ？いつのネタだろう？まあまあまあ、いつでも。いやこれ、ハスミが知ってるかどうかのチェックも必要になるんですよね。いや、知らないと思いますよ。そうだよね、知らないね。ビレゾンだよね。ビレゾンですね。ビレゾンって何ですか？ビレゾンっていうのは、微粒子レベルで存在するっていう、可能性は低いけど、そこにあるっていう。僕が有名人になるっていう確率がね。はあ、なるほど。そんな流行りの言葉があるんですね。ショベリバみたいな感じですね。それしか知らないみたいになってる。カキコも知ってますし、へーとかも書けますし。いや、なんか、古い言葉ばかり知ってるんだね。古くないですよ。私はナウでヤングな。まあまあ、静岡だからな。こんな箱庭に私を押し込んで、父さん、怪物を育てようとしてたの。ハスミさんがだいぶ古い人間だというのは、なんかもうだいぶ分かった気がするね。かっこ確信。あ、そんなことより、トンネルに名前が書いてありますね。あれなんて読むんでしょうか。イタリアの意味、佐賀県の佐、貫くの間、って書いてありますよ。って言われて、阿佐ヶ谷はもう一度そのトンネルを見ると、そこには、イサヌキトンネル、と書いてあります。さっきまでは見えなかったのに、そこには確実にイサヌキという文字が書いてありました。え、これは、さっき撮った写真を見てみて。さっき撮った写真だと看板の文字は読めないのに、今はまさにイサヌキトンネルという文字が見て取れるでしょう。共鳴判定です。強度は7、上昇は1、恐怖の情念ですね。これあれだよね、阿佐ヶ谷しか見てないもんね。確かに西荻窪見てないよね。トンネル名のところには目を向けてなかったですね。成功したので1上昇させてください。イサヌキトンネルか。まあ、トンネル名なんか全然聞いたことないけど。あれ？どうしました、夏希さん。さっきまで、文字が書いてなかったはずなんだけど、あれ？ハスニャンが今言った時点で、文字が生まれたような、あれ？おかしいな。文字が、生まれた。え、そんなことあります。やはり眼科に行かれた方が。マジ？どっちかってと、精神科の方のような気もするけど。うち、アタオカ？アタオカな感じかな？まあ、大変な状況が続いて。アタオカでメンブレしちゃったのかもしれないですね。あれ、もしや同じ表見てる？同じネットスラング表見てる？同じ表見てる説ありますね。っていうか同じ表とか言わない。おかしいな。じゃあ、文字が生まれた状態で写真撮って、またそれもインスタに上げときます。はい、わかりました。
この場所ではやったので判定はまたで、とりあえずトンネル進んでいきますかね。はい。では君たちはトンネルに入ります。歩き続け、君たちが長い長いトンネルの暗闇を抜けます。そうすると出口から少し先に人影が見えました。あ、人だ。ハスミがですね、こう言います。よかった、人に出会えましたね。道を聞いてみましょう。ハスミはパタパタとその人物の元へと駆け寄っていきます。僕たちも行きましょうか。ワンちゃんね、道を教えてもらえるかもしれないですし。はい、では西荻窪と阿佐ヶ谷が近くによると、その人物はやたらと輪郭がおぼろげです。ほう。顔も、もやがかかったように見える。ハスミと喋っているのを聞いても、何を言っているかわからない。ハスミは、普通に喋ってるんですか？ハスミは普通に喋ってます。ここはどこでしょう？と問いかけると、ベルトロロロ。みたいな返事が来てます。なるほど。そういう。え、あ、え。夏木さんあの人、あの人。の顔見えます。いや、うちは見えないけど、チハポンも、見えない系男子。ええ、見えない系。あ、間違えた。見えない系おじさん。こんな時までわざわざ言い直さなくても。あはは。まあ、見えない系男子ですね。はい。あ、本当ですか。ありがとうございます。皆さん、この方が近くの駅まで送ってくれるそうですよ。そう、なん。え、マジマンジ。え、なに？ジュマンジ？とりあえず、ハスミの腕を掴んで、ちょっとこっちに引き寄せます。なんなんですか？どうしました？夏木さん。ちょっと、このおじさん、なのかおばさんなのかわかんないけど、うちらは、やっぱ歩いていかない？やっぱ知らない人の車に乗るのはさ、悪いしさ。アメリカじゃないんだし。そう、ですかね。じゃあ、私も、ちょっと掲示板で聞いてみます。よくわかんない人に車に乗せてもらえるって言われたんですけど、乗った方がよろしいですか？と確保してみます。それを言っている間にも、下がっていきます。その人に近づかないように。わかりました。二人の前に出るようにしつつも、自分も後ずさりをしていきます。まあ、夏希の方が強いけど。わかってるけどね。では、今は二人ともキサラゲ駅の概要についてまだ知らない状況なんですね。判定失敗してるのでね。なので、これが本当に悪いものなのかわからないので、再び知識で判定するかネット実況判定のどちらかをするといいかもしれないですね。もちろんネット実況判定かな。そうだな。では、ふさわしい技能でどうぞ。ま、うちは地上通だから。1億5000万人のフォロワー。教えてくれ。では、知らない人が乗せてくれるって言ってんだけどどう？みたいな感じかな？あ、写真撮っていいですか？いいですよ。じゃあ、特に何も言わず、おじさんなのか、おばさんなのかわかんないモヤの写真を撮って。この人、車に乗せてくれるらしいんだけどマジヤバくない？モヤモヤ。って言ってインスタに載せました。はい、そうするとですね、そのインスタのコメントにですね、ダメダメ、乗っちゃダメ、それに乗ってくと、ヤバいことになるよ、っていうコメントが多数溢れ返ってきます。ジハポンも。同じような投稿をして、同じような返事が返ってきたって感じですかね。そうですね。はい、わかりました。では、今やネット中が、Twitter、インスタの枠を超えてこの状況に夢中です。君たちのそういった一語一句、一ツイート、一発言がすごい注目されてます。それと同時に空間そのものが喜びに打ち震えてるような錯覚を覚えます。だよね、これ。最初は、もやがかかったようにおぼろげだった周囲の景色が、今や解像度を増すと同時、おどろおどろしく恐怖を煽るような不気味さをまとい始めてくる。今にも、動き出しそうだ。さて、共鳴判定です。強度は9、上昇は1、自己顕示の欲望なので、阿佐ヶ谷は 6DM ですねこれ。そうだよな。なんか、そうだよな。9。ほぼほぼ成功じゃん。うお。ミラクル。ミラクル出ちゃった。うちもだ。やったー。とりあえず1ずつ上げてもらって。そして2人とも。1D6 だ。うわ、やったぜ。君たちには、自己顕示の感情が流れ込んでくるとともに。ごとさん、わかりました。まず西荻窪。君はミームを線に加えて。ふふ。だから笑うのやめて。怖い。自己顕示欲求。今巻き込まれている珍奇な出来事をね、ネットで実況したくてたまらなくなってくる。その衝動が抑えられない。君はシナリオ中、共鳴感情、自己顕示。欲望を獲得します。あら。おめでとうございます。完全一致の感情を得たので、次同じことになったとき、君はダイスを2倍振ることになります。うわぁ。やめてくれ。そして阿佐ヶ谷。
ああ、これはプラスかな？典型。この空間の違和感の正体に気づきそうな気がする。調査、や、洞察、直感、などに成功すると、怪異についてのヒントが得られるかもしれないです。お、なるほど。機能は指定されているのでどれかですね。これはプラスの共鳴票でしたね。珍しく。なんと。お、失敗したね。失敗したけど、プレイヤーがもう気づいてそうなので一つ伝えます。この注目されている事実自体がこの空間に何かしらの影響を与えていると阿佐ヶ谷は思っていいです。ああ、わかりました。これ、もしかしたらやばいかも。うちは、結構今ネット沸かしつってるけど。ええ、もうかなりバズってて。それで、このままだったら、僕インフルエンサーにまでなれちゃうかな。どうします？スペースやります？音声で話せるやつで実況しちゃいます？ちょっと待って待って、落ち着いて落ち着いて、チハポン。ええ、なんすか？これ、ネットの人たちのなんて言うのかな。はい、熱狂度が上がるにつれて、この空間自体がなんて言うんだろう、真実味を帯びちゃうっていうか、真実になっちゃうっていうか。はとにかく、うちらはさっさとこっから抜けよ。もうネットには何も投稿しない方がいいかもしんない。え、ハスニャンもね。でもな、そうだな、その方がいいですかね。本当にどうしてもですか？どうしても、ちょっと今陰キャのままかパリピになれるかどうかの瀬戸際みたいなところあるんで、もうちょっとだけなら大丈夫じゃないですか？ほんのちょびっとだけなんで。チハポンの肩をガッて掴んで、ネイルのついた爪を立てて、ありったけのストレングスを込めて、どうしてもと言います。ごめんなさい。わかりました。ギリ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 、痛い。もうわかったんで大丈夫です。ごめんなさい。はい、話します。はあ、そんなパワーでマウント取らなくてもいいじゃないですか。めちゃか弱い乙女だから、これぐらいしかできないよ。か弱、はちゃめちゃなパワーでしたけど。じゃあ、どうします？せっかくの親切ですけど、車には乗らずに歩いて向こう側に行ってみますか？ちょっともやさんには悪いけど、うちらは歩いて行く方がいいかな。遠慮しとこ。そうですね。では、そういった君たちが顔を上げると、それはもうもやさんではなくなっていました。かつてはおぼろげだった人影が、きちんと人の姿に見える、あまり特徴のない顔立ちをしている男性です。君たちは今距離を取っているので、彼が何か話しかけてくることはとりあえずはありません。彼を避けるようにして前に進みますか？そうですね。じりじりと距離を離す感じにしながら進みましょう。霞の腕をつかみながら歩いていきます。山道がどこまでも続く。あるけど景色はほとんど変わらない。はあ、どこまで進めばいいんだろう。マジ、足が棒。なんで同じこと言い直したんですか？なんか別のこと思いつくかなって。思いつかんかった。瞬発力で生きてるな。最初ぼやけてると思っていたその山道は、次第に解像度を増していく。そしてですね、君たちが歩いている後ろで、ハスミが足を止める。ハスミンどした？疲れちゃったけ？足がもう、チュロスな感じ？もう、足がピエンな感じですか？君たちがそう言うと、ハスミは急に笑い始めます。ふふ、はははは。満ちる、力が満ちる。ありがとう共鳴者たち、あなたたちのおかげよ。この異界、キサラギ駅の実態は、ネット上の都市伝説の中にある。人々の好奇心が、恐怖心そのものが、この空間をかたどっている。でも、長い年月の中で、人々の記憶は風化し、キサラギ駅の伝説も忘れかけられていた。あなたたちがネットに実況して注目を集めてくれたおかげで、キサラギ駅は、本来の力を取り戻した。忘れかけていた、消えかけていたキサラギ駅に、再び命が吹き込まれた。感謝するわ。ありがとう。おかげで、キサラギ駅は、本来の力を取り戻した。あとはあなたたちに消えてもらうだけ。キサラギ駅に迷い込んだ者は消息不明になる。その伝説を再現するために、あなたたちには、犠牲になってもらうわ。後ろにいたハスミの体がミシミシと姿を変え、巨大化していく。ハスミンちょっと、メイク落ちてない？まがまがしい化け物とかしたハスミが君たちに襲いかかってきます。